はい、どうも、みんなの出来たてごと、通販ジャイロペジです。まあ、今回は初めての自給自足ということで、まあ、僕の将来の夢の一つでもある自給自足をね、やっていきたいと思うんですけど、まあ、なんせね、本当に初心者で初めてなので、四季なりのイチゴをね、育ててみたいかなと思います。まあ、本当にね、何もかもが初めてすぎて、ちょっとよくわかってないんですけどね、イチゴを育ててみたいかなと思います。それではね、まあ、早速やっていきましょう。で、こんな感じでね、まあ、道具もちゃんとしっかり揃えてやってきました。で、こちらね、元々のイチゴの苗ですね。はい。で、もちろんこちらもね、お得に買いました。今ね、カインズで au ペイで支払うと 20% 還元っていうキャンペーンやってるんでね、カインズで、買ってきました。あと、こちらの土とかもカインズで買ってきて 20% 還元で買えたのでね、もうお得にね、こちらも買ってきました。で、あとはね、もう100均で買ってきましたね。鉢植えとか、上路とかね。はい、そんな感じで、早速植えていきたいと思います。それでやっていきましょう。チャンネル登録、よろしゅう頼みます。はい、ということで、まずこちら、鉢底石をね、入れていきたいと思います。こちらを入れることによって、水はけが良くなったりとかするとかっていう書いてありました。はい。じゃ入れてきてます。はい、こうなってました。おー、すごい。じゃこれを、もうそのまんま入れていけばいいのかな？それでいいみたいね。ネットのままこれ入れちゃっていいんだよね。で、そして次、こちら。よっと。培養土。培養土を入れていきます。まあ、これは初めての土ってことで、ちょっと迷ったらこうやって書いてあったんで、ね、これを書いてみました。じゃあ入れていきます。よっ。ってな感じで土入れました。いや、めちゃくちゃ土の匂いするわ。はい、ということで土入れ終わったので、こちら、イチゴをね、の苗を植えていきたいと思います。こちら、みのりくん、いってらっしゃい。根っこがね、ほんと渦巻いてるけど。じゃあ、入れていきましょう。はい、という感じで、この感じで苗を置きました。で、こっからね、また土を補充していきましてね、まあ、こちらの苗の茎の下の部分まで土を埋めます。はい。ここは苗のなんか芽の部分をね、ほんとに土で隠さないように、細心の注意を図ります。な感じで結構これ補充大変ですね。結構多分こんな感じでいいんじゃないかなと思いますけど、はい、ということで、こんな感じで植え終わりましたので、次は水をあげたいと思います。じゃあちょっといけるかな、この上路でいいのかな。やばい、あ、これあんまりね、歯に当たっちゃいけないんだよね、多分水が。土にあげる感じでいいのかな、こんな感じで。マジわからん。茎の方、あ、やばい、葉っぱに難しいな、水やり。やばい、じょうろの容量が少なすぎてすぐなくなってしまう。はい、てな感じで、こんな感じでなんとか完成しました。結構大変でしたね、割とやっぱり。うん、こっちのイチゴとこっちのイチゴだと、多分こちらの方が多分大きくなりそうな予感はしてます、なんか見た感じ最初は。うん、はい、というわけでこんな感じでね、外に置きました。で、こちらがね、ちょっと大きくなっちゃうんじゃないかなって思ってる方で、こっちはなんか、まあ、わかんないです。まあ、とにかくこっちの方が強そう。うん。でこっち強そうなんで、まあ、こっちはデストラーデにしましょうか。こっちデストラーデくんで、こっちが、何でしょう、ハーパーにしようかな。ハーパーにします。さあ、どんな感じになるかな、楽しみですね。はい、という感じで、なんとか、苗を作ることができました。いや、めちゃくちゃね、結構やっぱ大変だったな。うん、割と。本当にこれでね、本当に正解かどうか全く分かんない状況なんでね、本当これからね、手探り謎解きって感じでね、いろいろとやってなんか うまくコツとかをね、掴めたらいいなと思います。まあ、そんな感じで本当にね、今日が自給自足の夢の第一歩というか、準備段階の第一歩に本当になってて、本当個人的にもなんか良かったです、本当に。うん、で、あとお得にね、カインズで書いたので良かったですね。はい、まあ、そんな感じでこれからイチゴの成長日記が始まるので、まあ、僕自身もどんな感じで成長していくか楽しみですし、まあ、皆さんもね、ぜひ楽しみにしていただければいいかなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございます。それではまたね、次回のイチゴ日記でお楽しみください。それでは行きましょう。レッツ節約ライフ。